今回の動画では、富士フィルムの XH2 を使って、簡易のですね、フィルムスキャンの撮影っていうことに関して紹介したいなと思ってます。まあ、結果としてはですね、XH2 の高解像度っていうのが役に立ちまして、さらにあのピクセルシフトマルチショットを使うことで、さらに大きな解像感を得られることがですね、優、ま、位、あ、な感じは見て取れましたので、まあ、それも含めてですね、紹介したいなと思ってます。 はい、改めて今回の動画ではですね、XH2 などを使った、えー、簡易なフィルムスキャンということで、えーまあ、これ誰もが考えるようなやり方なんですけど、まあ、何かの参考になればということで紹介していますで。過去にですね、私も結構フィルムを使っていました。まあ、高校時代から使っているので、もう20年、30年でしょうか。はいまあ、ポジフィルムとかネガフィルムとか、まあ、35ミリフィルム、ブローニー、シノゴ、いろいろなフィルムがあると思いますが、まあ、それをですね、まあ、専用のフィルムスキャナーを使わずにです、ね、もう簡易的に、もうそのままあのカメラで撮影してしまう。 といいう方法を紹介したいなと思ってますで今回、ですねせっかくですので、この、えー、っとフジフィルムの APS-C としては、あの解像度番長であります x h 2 4 0メガピクセルのを使って、ですねできるだけ解像感を追いかけて撮影したいと思いますし、1つの売りであるあのピクセルシフトマルチショットを1.6億画素で撮ってみると、ですね非常によく解像していることが分かりましたので、まあ、そんな感じで紹介したいなと思ってます。で撮影機材なんですけど、まあ、今回、せっかくですので XH2 を紹介してますが、別にあのフジフィルムの方法 他のカメラでも同様の撮影ができますし、まあ、あのピクセルシフトマルチシ,ショットだけはできないですが、まあ、それは使えますし、あと、なんなら富士フィルムでもなんでもなくてですね、キヤノンでもソニーでも、まあ、同じようなアイディアで撮影はできると思いますので、何、えー、かの参考になれば幸いです。幸いです はい、でこのフィルムをですね、置く台として、ですね、このあと絵とかも出しますが、の LED のライトボックス、えー、ビューワーですね、いわゆるビューワー、フィルムを置いてあの、ルーペで見る、あのライトボックスにフィルムを置いて、もうそのまま三脚で撮影してしまおうという、非常にあの安直なアプローチです。なので、まあ、ライトボックスに、えー、同じような、近しいこの平面光源がある人は、 あの同じような撮影ができるんじゃないかなと思ってますで私の場合はですね、まあ、あの昔からあの使っていた、まあ、10年前20年前のですね富士ビュームの,あの LED ビューワーシノゴっていうのが手元にあったのでこれ買うとですね多分1万ぐらいする感じなんですよね なので、まあ、これを持っている人はですね、これ使えばいいですしあの持っていない方はですね、ちょっと同じようなあの平面光源をです、ね、あの見ていただければと思いますであとですね、あの後でも少しちょっと紹介しますけどあのスマホとかにですね、白い画面を出したりとか、まあ、ノート PC にの液, <laughs> 液晶にですね、あのフィルムを置けばですね、いいかなと思ったんですが、えー、結果としてはこれだめでした。 はいで撮影の時にですねこのグレーカードを一緒に写しておけばまあ、ホワイトバランスの補正用に使えるんかなぁと思っていてまあ、これが有効な時と有効じゃない時がありましたが、まあ、これもですね一緒に写しておくと有利だということがちょっと分か,る分かってきましたであと、ですねできるだけこの解像度を稼ぐためにもですね、えー、画面いっぱいに写せるレンズっていうのが重要で、まあ、特にこの最短撮影距離でできるだけ大きく撮影したいということで、えーまあ、望遠側のレンズが比較的に向いていてまあ、あとマクロレンズ持ってれば最高ですね。で私持ってない のででマクロレンズを使いませんでしたあとあのこの右にあるようなですね、えー、フジフィルムの MCEX16 みたいな、えー、レンズとボディの間に挟んで、えー、この最短、えー、撮影距離を稼げるこのマクロエクステンションチューブ等を使ってですね今回は撮影しました、まあ、このエクステンションチューブ使うとですねまあ、少しあのレンズ設計の限界というかですねまあもともとフジフィルムの公式の製品ではありますが多少レンズの性能は落ちると言われているので、えーまあ、一応そこはご留意くださいで、まあ 私の持ってるレンズではですね、XF90mm の F2 と XF18120mm の F4、まあ、これをできるだけ望遠側で使うのが良さそうかなという感じでした、はい。参考までにですね、フィルムスキャナーといったらこういう専用のものがありますね。まあ、キャノンもですね未だにこの、えーと 普通にスキャナーを買うと、ですねこのフィルムスキャンするための、ですね、えー、あるこの奥台みたいな専用のツールっていうのはついてるみたいですね。私も昔こういうのを使ってたことありますね。で、まあ私として一番使ったのはこのエプソンの F3200 っていうのはすごくお世話になりました。で、今回ですね、この画像を撮るためにですね、ちょっと検索したら、あ2004年の8月発売ということで、まあ、当然、あの廃盤にな廃盤というかディスコンになっちゃってますし。 まああのこれ使った方も多いんじゃないかなと思います。私はちょっともう売ってしまいましたが、まあ、これがですね、結構大変なんですよね、一枚一枚スキャンするのが、まずあのゴミをしっかりとブロワーで拭いてからとかってやってるうちに、ですね非常に面倒くさくなって、ですねあれですが、まあ、懐かしいなと思って見てました。まあ、こういうやり方ではなくてですね、えー、簡単なものを今回紹介します。 一方でですね、最近もですね、ニコン、これ最近ですね、多分5年、10年以内,以内に発売された製品ですけど、まああの、レンズの先にですね、こういうのをつけて、えー、フィルムをデジタ、デジタイズアダプターっていう、ES2 っていうのがニコンが今でもあの現製品として発売しています。まあ、ここに3 5ミリフィルムとかですね、この,あの多分このスリーブじゃなくて、このマウントのですね、フィルムを挟んで、えー、普通にこのデジタル一眼レフだにミラーレス一眼にですね、あの 撮影すするっていうものなんですが私も実はこれ持ってるんですけど、まずあのブローニーが使えないっていうのと、あとこの今回一つのテーマですね、このパーフォレーションを撮影したいんですよね。このあのフィルムのですね、あのわかりますかね、この穴が開いてる上下にあるじゃないですか。あれもなんか残ってた方がかっこいいなっていうことで、このパーフォレーションが撮影できないのと、これ意外と一枚一枚撮影するのめんどくさいんですよね。 はいでしかもそれやってるうちに、ですねこの金属があって、ですねそのフィルムを傷つけちゃったりもするので、なんかこれ、結構高かったんですけど、私、これ、あんまり好きじゃなくて、使っていません。でもしこれを使う方であれば、ですね私の場合はこの XF35 の1.4に、先ほどのあの富士のですね MCEX16mm のマクロエクステンションチューブを使って、16mm で比較的撮影ができていました。 ははいそれでは撮影のフローです。もうと右の写真見ていただければすぐ分かるように、ですねこのホワイトボックス、LED のですね、えー、ボックスの上にフィルムを置いて、それを三脚で撮影するだけというもう非常に安直な方法です。であのフィルムがですねあのー、少し反っている場合があるとですねあの平面度が出ないので、あのまずフィルムの反りをなくすとかこの枠でこう押さえつけるみたいな工夫がありますが、まあ私、今回撮影したの比較的 あれですねあの、特に何もせずにですね、えーとフィルムあの、スキャンができました。ですけど、反、ま、り、あ、は1つ対応する必要がありますが、もうこれで撮るだけなので非常にシンプルですであの。撮影する前にですね、一応ブロワーでですね、あの埃ぐらいは飛ばすと。で三脚で固定して、えー、例えばこれ XF90mm ですけど、まあ、できるだけ最短で画面いっぱいにフィルムが、えー、と映るようにということで調整していきます。まあ、理想的にはですね、できるだけ、えー、と 40, 万40メガピクセルの,あの撮影をしたいので、えー、できるだけ大きく映す。 画面いいいっぱいにに映るるようう近づけるということです、ね、であとでですすねねあこのグレーカードをですねあの一緒に写し込むことで、えー、ホワイトバランスを取りやすいかもしれないのでちょっとこの写真では写ってないですけどあのそういう工夫もあ,のあるといいのかなと思って私もちょっとやってみました。 はいであのピクセルシフトマルチショットの場合はですねここからの USB をつないで PC と接続して撮影をしましたで撮影に関してはですね、えー、まずはこのノーマルショットで40メガで撮ったのとあとはピクセルシフトマルチショットで1.6で,でやったのも比較しましたのでこの後のですね実際の撮影している風景で確認くださいでまあ、例としてはですねできるだけ高解像度にしたいので ISO125 で、えー、x f 9 0ミ、mm、リの F2 を使った時もですねできるだけ解像度のピークが来るですね確か F2 より F4 ぐらいがですねこのレンズピークが来るので で、F4 で、えー、し若干絞ってですね、あとはこのフィルムシミュレーションでまた色を変化しないように、まずプロビアの標準でいろんなところの,あの設定をですね切りまして、デフォルトの撮影をしました。あとはまあブレイブを知るためにセルフタイマーを使うなどの撮影をするということで、まあ、本当にこの写真の通り撮るだけですね。で、その後はですね、ライトルームクラシック等でですね、現像するので、まあ、この現像の様子っていうのもこの後紹介いたします。 まあ要するに今回の撮影はですね、まあ、皆さん、こういう,こうホワイトボックスにですね、フィルムを置いて特にこのブローニーなんてね、あのポジのフィルムなんてこうすごい綺麗なのでこういうルーペで覗きましたけど、まあ、もうそのままシャツこういう状態で撮影したって感じですねで、せっかくなのでこの角にですね、このグレーチャートをえグレースケールを置いておけば、まあ、ホワイトバランスに一部取、えー、れることがあるのかなということで、まあ、両方写し込んで撮影するというアイディアですね。 はいということで、まあ、このグレースケールコフに並べておいてこう撮影するとまあ、こんなスタイルで撮影するというやつですね。はい非常にシンプルです。今紹介したですね、まあ、非常にシンプルな撮影の手法でですね、えー、お持ちのレンズ、カメラ、まああのフジフィルムに限らずですね、キャノンでもニコンでも撮影していただければと思いますが、えー 参考までにですね、どんなレンズを使って撮影したかっていう設定だけ紹介したいなと思ってます。まずですね、120のブローニー中盤に関しては、ですね、XF90mm の F2 をですね、できるだけ近づけると APS-C の場合、ですねあ、フジフィルムの場合、あのかなり画面いっぱいに近づけました。それよりもさらに画面いっぱいに近づけたのが、この最近のレンズ、新しいレンズですけど、XF18、120の F4 を焦点距離120ぐらいで、えー、使うとですね、結構画面いっぱいにですね、このブローニー持ってこれるので、まあ、ブローニー 系はこののやっぱり望遠側のレンズを使うのが良さそうですね。なので、まあ、少し解放よりもちょっと絞ったぐらいで解像度がピークを迎える辺りで撮影しました。であの 35mm 版の、まあ、135番のですね、えー、フィルムの方は、ですねこの 90mmF2 にですねこのマクロエクステンションの 16mm の方をつけることで、えー、かなり画面いっぱいに持ってこれたので、まあ、私の持ってるレンズの組み合わせではこれがなかなか,なか良さそうかなという感じですね。でまあ、おそらくですねこのマクロエクステンションをつけると、ですねああのまあ、レンズの規格外のところで使うのもあって、週差など あ,のある意味保証されてない領域で使うので、まあ、マクロレンズなどをお持ちの方は、ですねそっちらでいろいろ試していただければと思います。まあ、で基本的にはですね最短撮影距離でできるだけ大きく撮影するって感じですかね。で私の場合、今回このパーフォレーションですね、このフィルムの枠のところも撮影したかったんで、えー、あくまでこの 35mm はそれを狙った時のサイズってことですね。なのでこのフィルムの写真のところだけ欲しいんだよってなっとなると、もっと他のレンズで、えー、使うのがいいのかもしれません。まあ,あ,のあくまで私のレンズの例ですので参考にして,てください。 はい、それではですね、基本的な撮影の、えー、やり方っていうのを、えー、紹介したいと思います。まあ、あの簡易的なものなので、そんなに厳密にやってるわけではないんですが、まず下にですね、LED のビューワーですね。下から、えー、私は LED, LED タイプを使っていますが、まあ、下から光を上げていて、今は、今回の場合は、えー、120の中盤ブローニーですね。で、ハッセルで撮ったもので、6×6、えー、の、えー、ブローニー車フィルムです。 でポジですね。であの今はなきコダック、えー、エクタクローム E100VS ですね、えー。ビビットサチュレーション、すごい好きなフィルムでした。はい。で設定はですね、まああの基本的にはあのなんて言うんでしょう。 えー、シャッター、ボタンを押したときにブレないようにセルフタイマーを使います。でまた、あと、まあ、静止画も揺れないので、これはメカシャッターよりも電子シャッターの方がいいかなと思ってやってます。であと、カメラのですねフィルムシミュレーションで色をつけちゃうと二重に色が乗ってしまうので、とりあえずこのカメラの全部のデフォルトということで、あのプロビアのスタンダードでダイナミックレンジンも100とで。一番解像度を出すためにですね、 と、ISO は125です。で、今使っているレンズは XF90mm なんですけど、まあ、あの真ん中のあたり最高画質を作るために F2 よりもちょっと絞った F4 ぐらいで撮ることにいたします。 いろいろ試行錯誤したところですね、えー、左側にですね、このグレーカードを置いとくことで、まあ、あのホワイトバランスを取るのに使えるかなということで、一応グレーカードを写し込むことにしています。であとは画面にこのグリッドを出してですね、この画面とカメラの何てうんです方向とフィルムができるだけ揃うようにしておくのがいいかなと思ってます。はい、すいません、ちょっと画面がスリープかかっちゃったので、改めてでは撮ってみたいと思います。セルフタイマーにして、まずは撮ってみます。はい。 はい。これ、まあ、ワンショットで撮りましたね。えー、と、電子シャッターなので落としませんでした。はい。それではですね、えーと、富士フィルムのピクセルシフトコンビナーを使ってですね、えー、ピクセルショット、ピクセルシフトマルチショットを撮ってみたいと思います。20枚撮りますね。では、押します。はい。こんな感じで、はい。20枚今撮ってますね。はい。20枚撮り終わったので、今、USB 経由でパソコンに転送しています。 はい。続きまして、35、135番のですね、35ミ、mm、リフィルムのネガ、カラーネガですね。はい。で、あの、そうですね、これも、これレンズはですね、XF90 ミ、mm、リに、あの、例の16ミ、mm、リのですね、えーと、マクロエクステンションチューブ、リングをつけています。XF90 ミ、mm、リにですね、このリングを乗っけると、まあ、このぐらいまで拡大できるので、まあ、できるだけ画面全体に、 えー、一コマと、また、あの、このパーフォレーションのところをですね、えー、入れれるということで、えー、ちょうどいい感じですね。まあ、あの、マクロレンズなんか持ってればですね、もっと拡大できるかもしれませんけど、ちょうど 90mm、F2 にこの 16mm 挟むのが一番良さそうです。で、あの、上にですね、ちょっと映っているようにですね、あの、グレーカードを映してまして、えー、こんな感じで撮るという感じですね。それでは、じゃあ、1枚撮りますね。はい。これはまず40メガピクセルのセルフタイマーワンショットです。 はい。続きまして、えっ、ー、と、ピクセルシフトをマルチショットでいきます。あすぐ取れないのかな、これ。連続でいくとどうなんだ待機中。はい、じゃあ取ってみます。あ、はい、いけるな。はい、こんな感じで今20枚取ってます。はい、こんな感じですね。 はい撮影の様子を見ていただいていかがでしたでしょうか、でそこでもちょっと説明した、このフジフィルム XH2 の一つの売りであるピクセルシフトマルチショットですが、このピクセルシフトコンビナーというソフトを使ってやりますが、この,この黄色字わかりますかね、これ結構ですね、合成に失敗するんですよ。 なのでまあ下テーザー撮影でこうつながってるので、USB でここでショットって押すと、撮影が出て20枚取って、ここにデータ、RF のローの20枚が転送されて、その20枚でですねこれ実行って押すと、DNF 形式、DNF だよ、DNG だ、すみません、AdobeDNG 形式で合成されるんですけど、も結構失敗すると。でこれ3回失敗してるんですけど、これ別に何もあの三脚もいじってなくてですね、失敗、失敗、失敗、4回目成功って感じなので、結構あれですね、あの難しいです。あのやっぱ相当でかいさ 観客を使っってでですすね、しっかりと固定するのが良さそうですはい、ここからはですね、実際に Adobe、Photoshop、Lightroom、Classic と、あと一部ですね、Photoshop も使って撮影したデータをですね、現像して、まあ、比較的よく見えるようにしていきたいと思います。まあ、なかなかこのフィルムの撮影したものをですね、このいい色に仕上げるっていうのが難しいんですね。というのはもともとこの富士フィルムで撮ってしまうと、 あのまあ、フィルムシミュレーションってですね、二重にかかってしまったら色がおかしくなっちゃうので、えー、まあ、あくまでですね、簡易的な現像ということで、何かの参考になれば幸いです。はい。で、一応バージョンはですね、この一番最近リリースされたばっかりのライトルームクラシック12でありますが、まあ、今日やる作業は別にそんな最新版じゃなくてもできるのかなと思ってます。はい。で、まずですね、えー、一つ一つ、 現像などをしていきたいと思いますが、ちょっとこの絵を見ていただきたいんですね。これは何かっていうと、あの私、先ほど、あの富士フィルムのですね、えー、っと、ビューワー、シノゴのビューワーの LED をやりましたが、ちょっとこういうような後ろの光白い光のあるものをですね持ってない方もいらっしゃるかなと思ったので、じゃあスマホでやってみたらどうだろうと思って、スマホをですね、真っ白な画面を写してですね、ちょっと撮ってみたらですね、ダメでした。ここにこのスマホのですね、ドットのこの、えー、RGB のこの色が見えちゃってるので、やっぱりあの、 そうですね専用のフィルムの、えー、と LED ビュアーーみたいなのを購入されるか、ちょっと他のですねこのフラットな、えー、白い光源の上に置く必要があるので、えーとですね、スマホと、あと実はノートパソコンもやってみたんですけど、これはだめだということです。 はい、ではですね、じゃあ今日一つ一ついっていきたいと思います。じゃまずブロニーに行からいきましょうか。で、えー、まずですね、XH2 で撮影しましたが、えー、この DNG とローがありまして、DNG はですね、先ほどあのピクセルシフトマルチショットで撮った、この1億6000万画素相当、まあ、1億6000万っていうのは、この画面全体っていうのなので、まあ、この写真の部分だけ見るとですね、もうちょっと小さくなりますが、まあ、DNG になってるのは、えっ、ー、と1.6億画素というふうにご理解ください。 えー、それではですね、まずはどこから行きましょうか。じゃあ、まあ、先の、先ほどのですね、撮影したですね。えー、っと、はい。はい。では、これ、えー、ブローニーですね。はい。これは、ドイツかなドイツかどっかですね。まあ、大した写真じゃないですけど、えー、っと、撮りました。で、あの、まずですね、やっぱりポジフィルムは簡単ですね。あの、もう、ポジはそのまま色が持ってますので、もうそのままって感じでしょうか。なので、現像もそれほどやる必要ないんですけど、 あのはいそうですね。で、フィルムはこのコ o d a の私の大好きな E100VS ですね。もう今、エクタクローム、このフィルムなくなっちゃいましたね。はい。で、現像ですがあの、まああの、フィルムシミュレーションをですね、二重にかけてしまうと色がおかしくなってしまうので、まあ、基本的にプロファイルはカメラのプロビアということです。で、あのホワイトバランスですね、はあのせっかく左側にこの、えー、グレーチャートを写してますので、まあ、ここから撮ってしまうと。 いうことだとだなんか色がおかしいなやっぱこれなかなかこのホワイトバランス取るの難しいですね。このグレーチャート映してるんですけど、なんかあんまりいい感じないですね。ということで、あのすいません、グレーチャート映す時がですね、これが必ず最適じゃないかもしれません。で、一方で、この、えっ、ー、とですね、はいこの後ろのホワイトボックス、ライトボックスのところだとですね、もう会場が飛んじゃってるので取れないので、じゃあもうしょうがない、この絵の中から取りますか。 はいじゃあ、このマクドナルドのこの辺りからもうちょっと雑に撮りましょうか。あまあ、これでも比較的いいか。はい。ということで、あのもうこの辺りからしてですね、もう色が何だか分からなくなっちゃってますけど、はい。とりあえず、じゃあホワイトバ、ホワイトバランスはうまく撮りましょう。はい。で、次ですが、まあ、せっかくですので、あの、このフィルム、えー、ブロニーですね、このコダック E100VS とかっていうのも雰囲気があっていいので、まあ、これを残すように、えー、切り抜きましょうか。ですね。で、あの、 そうでもともとはこの3対2で撮られているのを、まあ、この 6×6 のハッセルのブローに、えー、正方形写真ですねそれこそインスタグラムでですね今正方形が一般化してますが、まあ、ハッセルといえば66ですねハッセルとかローライフレックス。 非常にフィルム中盤といえば、この正方形写真というのを好きで、私も使ってました。で、このカスタムのですね、この縦横比の鍵を解除しないとですね、この3対2のですね、えー、ものにロックされてしまうので、外していきますと、どの辺まで残しましょうかもうコダックまでいきますか。はい。どうでしょうかいい感じですね。はい。 はい。という感じで、もうポジーのですね、ブローニーフィルムは切り出すだけという感じでしょうか。あとはまあ、いろいろそうですね。えっ、ー、と、現像したければしていただいて、はい、うん、そうですね。まあ、あんまりもうこう色いじり出すとですね、もうデジカメとやってること変わらないんで、まあ、フィルムのもともとの色、この特にこの E100VS ビビットサチュレーションの色を好きであれば、まあ、あんまり触らない方がいいかなと思いますね。で、特にもうカメラをプロビアにすれば、 えー、そのまま色が来てるということを想定すればですね、まあ、こんな感じで、えー、ブローニーのポジフィルムはいいんじゃないかなと思ってます。皆さん、いかがでしょうか。はい。えー、それではですね、あの次、この同じ写真をですね、えー、ピクセルシフトマルチショットのですね、えー、1.6億画素がありますので、ちょっとこれの解像感の比較をちょっとやってみましょうか。 はい、それではですね、これ DNG の方が1.6オアスなので、まあ、同じような感じで現像しましょう。あこれ DNG できてるから、そもそもあれか、プロビア、あ選べるな。あ、なるほど。ということで、あの、はい、ピクセルシフトマルチョット DNG のあ形式なんですけど、えー、ちゃんとプロビアカメラプロファイル選べるようです。じゃあ、同じように、えー、っと、ざっと選んじゃいまして、はい。 まあこんな感じでしょうか。ですね。はい。ということで、これも全然、この4大きさが2かけえなんだ 4, 4倍大きいんですよね。これね。ちょっとお待ちください。で、この2つがですね、実は同じ場面なんですけど、えー、20枚合成しているのがこの DNG の方なので、ちょっとこの両方の差を比較するのにですね、Lightroom だと比較しにくいので、というのは例えば2つこれ見たところで、えー、っとですね、これ片方だけ等倍にすることできないですよね。じゃちょっと。 ちょっとこれ、フォトショップ行きましょう。はい。で、これ、わかりますかね同じ絵なんですけど、こっち25%で、これ50%なので、えっ、ー、と、まあ、2倍、2倍っていうのかな2る2倍、えー、大きいん大きい。4倍大きいっていうことがわかりますかね。ということで、じゃあ、ちょっとどっか比較してみましょう。えー、じゃあ、とりあえず100%で見てみましょうか。はい。マクドナルド。じゃこっち100%ですね。 そうか、もうサイズが違うから、同じ100%でも全然違うんですよね。なので、じゃあちょっとここを200%で持ってきましょうか。はい。これ、フォトショップ、これ、横並びってどうやんだっけな。なんかもう昔のフォトショップ使いなんで、私、下手なんですよね。よしょっと。あ、おっと、あ、これ合体しちゃうのか。ちょっとお待ちくださいね。よいしょっと。はい。ということで、はい。皆様、どんな感じでしょうか。はい。 えと左側あ右側がです、ねえー、ピクセルシフトマルチショットで,で左側があの外解像度が足りないので同じ大きさで見せるために200%にしてるんですね。これ見るとです、ねあのー、やっぱりピクセルシフトマルチショットの方がいいですね。つまりこれあの結局フィルムにです、ね、どんだけ解像力があって、えー、照,射照射っておかしいな、あのフィルムとして観光してるかが勝負なんですよね。でこれハッセルで えっと、えー、セルの501かな。で、レンズは 80mm の,80、mm、の F2.8 だと思うんで、まあ、中盤のフィルムで、まあ、あの、古いレンズですね。私もレンズ、どの上かな多分30年、40年前のレンズだと思いますけど、結構やっぱり改造してますね。この下の、なんだろう、これフラン、フランツっていのかなフランツグラントって、なんかドイツ語で書いてありますけど、このピクセルシフトの方がなんかこう G 読めるのに対して、左側はやっぱ潰れてるんで、 いいですね、これね。やっぱり、あの、ハッセルとしては、やっぱりこう、しっかりと改造していて、この XH2 の1ショットで撮るよりも、ピクセルシフトで撮るとこう、より解像度が出るので、うん、面白いですね。ということで、もう結論としてはですね、フィルムスキャンにもですね、このピクセルシフトマルチョットが有効で、まあ、だから、まあ、逆に言うと、ハッセルみたいな中盤で、しっかりと解像力あって、フィルムに残っているのであれば、それをよりこう、掘れる。 あのなんていうんですかね、引きずり出せると。改造感で引きずり出せるってことが分かるかなと思います。はい、続きましてですね、じゃあ、ブローニーの、えー、ネガいってみましょうか。で、しかもネガもですね、これ、あの、モノラル、モノラルじゃないや、えっ、ー、と、白黒ですね、白黒フィルムですね。コダックの TMAX ですね。えー、TMAX400 ですね。まあ、このフィルム好きですね。で、TMAX400 まだ売ってますよね。えー、非常にこれ、お好きな方多いんじゃないでしょうか。これ、ドイツの,あのノイシュバンシュタイン城ですね。 はいまあ、当時はですねこの海外旅行もですねこう中盤フィルムとか大盤フィルムとか持って世界中で撮影してましたけど世界中ってそんなに行ってないですけどあのよく海外までですね <laughs> あの中盤、大盤持ってったなと今となっては信じられないですねカメラを軽い方がいいなんて言ってるんで、まあ、当時は体力があったということだと思いますが、まあ、多分ん20年ぐらい前だと思いますねはいじゃあ、ネガーもちょっと現像してみたいと思いますはいでと、うん、これも結構よく映ってそうですね で、そうか、か、白黒フィルムってどうすりゃいいんだろうな。プロファイル、プロビアで行ってみますかね。でもなんかこう、下手にカラー成分出たったらおかしいので、アクロスにしてみますか。じゃあ、とりあえずアクロスにして、で、えー、っと、そうか、ネガだから、えーっと、ネガポジ反転しなくちゃいけないですよね。で、トーンカーブで、えー、っと、ここをですね、逆にしちゃえばいいですね。はい、これでネガポジ反転ですね。はい。 ですね、おうもうこれだけで十分いいですねやっぱこう中盤いいですねハッセルのこのなんてうんでしょうここのねこの切り書きこれハッセルユーザーだったら分かると思うんですけどこのハッセルこの切り書きかっこいいですねちょっとこの後もですねこのあのと言わないな3 5ミ、mm、リフィルムでもやりますけどこの写真だけのところをこう切り抜くのもいいですけどやっぱこの枠,枠縁3 5ミリ版だとあのパーフォレーションやっぱここの部分をこう残すのってなんかいいですよね。うん はい、じゃあちょっと切り抜きましょうか。えっ、ー、と、やっぱここ残しておいた方がいいなと思って見てますが、皆さんどうですかはい、ちょっとこんな感じでかっこよくないですかはい、これで。ね、66のフィルム。うん、よく映ってるな。よく映ってるな、これ、ハッセル。うん、20年前ですね。うん、いいですね。ということで、 はい。あの、まあ、これ以上、現像するのはもうお好きにって感じですが、どうでしょうか。あの、まあ、あの、ネガポジ反転してるんで、えっ、ー、と、露光力を下げると明るくなって、あ,があ上げると下がりますね。暗くなりますね。まあ、面白いですよね、こういうのね。どうでしょうかね。ちょっと、少し詰めますか。うん。この辺とかね。どうだろう。もう、せっかくだから、一番ギリギリまで攻めますか。えっ、ー、と、あれ 逆になるんだそうかそうか逆になるんだ。ちょっと待って。どうしようか。うーんと。うん、ね。そうか逆。S 字も逆だな。うん。うん。はい。まあまあ、あんまりちょっと現像テクニックのなさをばらすのをやめる前にですね、やめときますが、まあど、どちらにしてもですね、はい。あのー、よく映ってますね。この後ろの湖、あのね、辺りも綺麗に映ってますね。ということで、はい。ネガもですね、えー、非常によく映っています。面白いですね。 これが100%ですね。うん、いいですね。なんかこれやっぱ XH2 で、しっかりとこのフィルムスキャン、こんな簡単な、本当にこのホワイトボックス、ホワイトライトボックス、後ろに、えー、と置いて写真撮ってるだけですけど、これ、めちゃくちゃいいですね。で、これちなみにレンズはですね、XF90mm の、えっ、ー、と、何も挟んでないですね。はい、マクロチューブ、マ,マクロエクステンションツーブ挟んでないので、 であの三脚使って一番最短合唱距離で撮影してます。これだけでですね、結構いいですね。先,先ほど見ていただいたように、これ全部広げるとですね、XH2 の全体の画面のうちの、もうどうでしょうか、まだ6割ぐらい使うぐらいですね、大きく撮れてるので、結構十分ですね。で、これあの40メガピクセルで撮ってますので、これもしピクセルシフトマルチショット取ればまたこの4倍の大きさになるので、はい、これ。 いいですねまたよく映ってそうです。ということで、はい。まず、じゃあ、これは、えー、っと、ブローニーの、えー、ネガの話でした。はい。じゃあ、先にブローニー一気に行っちゃいますかね。まあ、もう、あんまり現像のことはあんまりやらずにですね。えー、っと、これはあれですね。厳島神社の大鳥ですね。今、これ修理中ですよね。これも20年ぐらい前なんですけど、はい。まあ、せっかくですので、あの、ピクセルシフトマルチショットの方行きましょうか。DNG の方で、これ100%、うわ、よく映ってるな。 あ今これちょっと読み込み中で解像度が来るの待ってますね。来た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 。結構こう後ろの方まではっきり映ってますね。これになんかこう、ね、ちょっとこれあの画面をね、この YouTube 用にですね、キャプチャーしてるんで、どこまで解像度出てるかわかんないですけど、結構やっぱりしっかり解像してますね。うん、20年ぐらい前だと思いますけどね。はい。ということで、まずは、あのー、ちょっとピクセルシフトまでちょっと面白いですよ。 はいじゃあ次はこれなんだろうこれあこれ乗鞍ですねこれも古い写真だな乗鞍ですけどこれ RVP なんでベルビア100の方ですね 100F じゃないのでえー、っとどっちだったっけなごくごくサイドか、えー、超サイドでしたかね忘れちゃいましたけどあの一番サイドが高いベルビアがベルビア100だったんじゃないかなはいということでこれも結構よく映ってますね はい、これもハッセルです。まあ、当時、本当にハッセルをいつも首から下げて歩いてましたで。もう一つ、あ、これですね。これちょっとそうですね。皆さんこれ知ってますかね。あのフォルティアですねあの。もう幻のフィルムです。で大した写真じゃないです。せっかくのそのフォルティアがですね、大した写真じゃないんですけど、ま,あ、まさにあの当時ですね、春発売だったと思いますね。限定のフィルムで、まあ、こういう桜とかをですね。 あのもう非常にピンク色をです、ね、鮮やかに撮るというフィルムだったんですけど今考えてみると大した写真撮ってないなということですが、まあ、こういう伝説のフィルムがありましたので富士、まあ、フ,フィルムユーザーそろそろもうフィルムシミュレーションあんまり増えなくなっちゃったよねという感じをやってますが私はですね来年の春ぐらいにですねファームウェアアップで新しいフィ,フ,ィフィルムシミュレーションとしてフォルティアが来るんじゃないかというふうに予想していますあのぜひですね富士フ,フィルムの社員の方がこの YouTube を見ている方はですね おなんとフォルティアをあの希望しているユーザーがいるんだなっていう声が届けばいいなと思ってます。であのハッセルユーザーの方はですねこの左側、これ光線漏れしているのが分かりますね。あのハッセルのマガジンってこう、まあ、2、3個自分全部あの古いもの中古を使ってましたけどこういういに光が漏れちゃうんですね。このハフォルティアっていう非常に限定のフィルムの時にこの光を漏らしてしまったマガジンを選んでしまったっていう,こう私のミスでもありますが。はいといととうことで もしこのフォルティアご存知ない方はですねこんなフィルムがあったんだよっていうことをちょっと紹介したいと思いますはいまあでもあの私の YouTube チャンネルはですね正直あの40代から70代のユーザーがーほとんどですのであのこのフォルティアはですねご存知の方が多いんじゃないかななんて思って言ってましたはいじゃあまあブローニーこれなんだっけなこれもこれもまあドイツですねはいこの E100VS 復活してほしいですよねはい私すごい好きなフィルムでしたね もうカラーは本当にこのフィルム。で白黒は TMAX ですね。まあ、ベルビア使ってるって言っても RVP50 をたまに使ったぐらいかな。ので、はい、ちょっとこれスキャンしながら昔のフィルム思い出しています。はい、じゃあ3 5ミリフィルムいってみましょうか。はい、じゃあ,あのピクセルシフトマルチショットもありますので、じゃあこのピクセルシフトの方いきましょうかね。はい。で、えー、っと、まずネガですね。はい、ネガのこのカラー。 ネガのカラーのですね、えっ、ー、と、現像って結構難しいんですよね、フィルムね。なんで、これは私が実はあんまりうまくできないので、もう、フォトショップ先生に任せちゃいたいなと思ってまして、まあ、その過程をちょっと紹介します。はい、現像で、これはまあ、カラーなので、えっ、ー、と、カメラ、プロビアでいきたいなと思ってます。プロフィール、プロファイルですね。はい。で、えー、まあ、ネガなので、えー、階調反転しちゃいますね。はい。 会長反転しましまたはいこれでもまあだいぶ色がおかしいので,でちょっとホワイトバランス取ります、まあ、一応上にですねあのー、先ほども紹介したように一応ホワイトバランス取るようにグレーカードが出てるんであこれ比較的白取れたの取れましたねかもしかしたらもう絵の中の白っぽいところで取っちゃうかあーちょっとこれどっちが正しいのかなうんまあ、ちょっととりあえずグレーカードを信じていきましょうかはい でえー、と今回、ですね、あのー、この撮影の仕方の一つの、あのーまあ、特徴というか、ですね私として狙いは、ですねこのパーフォレーションのこの、あの何、ー、て言うんですか、このピッチのところ、かっこいいですよねっていう風に思うのは私だけかもしれないですけど、まあ、このパーフォレーションをですね、えー、選んで、えー、とちゃんと、あのー、絵にしたいなと思ってます。はい、それでは、例えばこんな感じにしましょうか。 はい、これパーフォレーションかっこいいですよね。わかんない。若者の方がかっこいいと思うのか。はい、今となってはかっこいいななんて私思いますけどね。はい。こんな感じで切り抜きました。はい。で、じゃあ、ここのですね、色を調整するのがですね、意外と難しいんですよ。で、あのー、まあこんな感じでこう、選んでいってもですね、なかなかあんまりいい色にならないんですよね。で、この時にですね、このネガを、カラーネガをですね、 比較的うまくできるのが、あのやっぱり、フォトショップ大先生でございまして、まあ、まあ、私のまあ実力不足なんですけど、はい、フォトショップ来ましたね。で、フォトショップなんですけど、これ、ネガのですね、あの、カラーネガの,あの自動補正に関してなんですけど、このね、自動カラー補正が実はうまくいくんですね。で、いくんですけど、今、いったのかっていうと、実は大したことなくて、これ、あの、パーフォレーションに引っ張られちゃうんで、 この絵だけをですね、選ぶ必要がありますので、ざっとですね、まあちょっとほんとこう、丁寧に切り抜くのが多分いいと思うんで、ちょっとやるか。せっかくだから丁寧にやろう。はい。ここで、はい。うん。で、ここでね、えっと、このカラー補正ってやるとですね、うん、意外といいんですよね。 はい、なんかまあ私の過去の経験上、ですねカラーネガは、このフォトショップ大先生の自動カラー補正が一番綺麗だなっていう風に、個人的には思ってるという感じですね。はいで、えー、まあパーフォレーションも残るんで、だからパーフォレーションもこちょっと緑っぽいんで、本当に変な色なんですけど、まあ、この枠、額縁みたいに使うっていう意味では、ですねどうですか、かっこよくないですかちょっとこの枠をもう全部ちょっと消しちゃおうか。はい、ざっと。 と自動選択して、ちょっと枠を拡大して、はい。はい。こんな感じで抜いちゃったら、はい。どうですかこういうフィルムスキャンして、えっと、なんか1枚の写真をこのパーフォレーション付きでまとめるっていうのはどうですかねなかなか面白いかななんて思ってます。はい。どうでしたでしょうかなんか参考になりますでしょうかあのね、Lightroom で、 えとカラーネガをうまくあの色をつける方法とかですねご存知の方はぜひコメント欄で教えてくださいはいせっかくですので3 5ミ,ミリフィルム、えー、135番のですね えー、場合でもですね、このピクセルシフトマルチョットが有効なのかっていうのを比較していいと思います。左側がですね、ピクセルシフトマルチョットで右側があの40メガピクセルで1回で撮ったやつですね。はいまあ結論からするとですね、なんかやっぱりこう左側、あの右が200%で左100なので、同じ大きさに見えるようにすると、まあこっちの元々の方がですね、拡大しなくちゃいけないんで、こういうふうに比較すると、まあもう明確ですよね。はいなので、やっぱりあの35ミリフィルムであってもですね、あのやっぱり えー、フィルム自体はですねあのしっかりと改造しているポテンシャルがある場合はこのピクセルシフトでですねより細かく、えー、撮影するとまあ改造感は出てるななんて思いますね、まあ、ちょっとじゃあ200にしてるからだろうってことなのでじゃあ仮に100にしてこれをじゃあ50ですかねはい、まあ、こうなるとはちょっとあんまり差がわからないかなうん ですかねまあ、ちょっと若干あの微妙な比較になっちゃいますけど、まあそうですね、やっぱり100とと、まあ当倍でね、あんまりこれ私もこういうあまり趣味はないですけど、まあ,ちょまあ一応技術的にはですね、まあ、明確にやっぱピクセルシフトマルチショットの差は出てるかなっていうことかなと、やっぱり左の方がはっきりしてますね。はい。ということで、えー、XH2 使ってフィルムスキャン、まあ簡単にスキャンしてですね、このピクセルシフトマルチショットはですね、十分に効果はあるということがわかりました。 はい。えー、現像の様子いかがでしたでしょうか結構やっぱピク,、えー、ピクセルシフトマルチショットの効果が出てましたね。 であのまあスキャンの例をです、ねまあ、非常に雑な現像ですが、ちょっと2枚だけやっておきますが、あの一応参考までに、ですねあの先ほどの私の、えー、3 5ミリフィルムの場合は、ですねこのマクロエクステンションチューブを使って 90mmF2 で撮ったときに、XH2 の、えー、ノーマルショットだと4500で、ピクセルシフト使うと9000、このぐらいの解像度なので、まあ、あのしっかりとあの解像感には差が出てましたし、このぐらいだと、もしかしたら A2 ぐらいの印刷までいけるかもしれませんね、こんな簡易なスキャンでもですね意外といいかもしれません。 であのブローニーの方はですね、えー、XF90mm の F2 をですね、特に何も挟まず、XH2 で撮影すると、まあ、大体3700、3700がノーマルで、ピクセルシフトを使うと7500、7500ってことで、まあ、これも結構大きく引き伸ばせるんじゃないかなという感じです。 それでは今回の動画をまとめていきたいと思います。えー、非常に簡単なです、ねえー、フィルムスキャンの方法と現像の方法っていうのを紹介いたしました。まあ、XH2 は富士、ねえー、フ,フィルムの X マウントとしては解像度番長ですので、えー、まあこういうスキャンに関しては画素数の点で有利なのかなと。 でまた下からこう光で当たれられているので ISO125 っていう非常にこう解像度を上げれるあ、解像感を上げれる最低の ISO で撮影できるので、まあ、そういう意味でもですねあのこの XH2 を使うっていうのは有利な感じをしました。であのまあ皆さん見ていただいてうまくあのこの画面キャプチャーが皆さんに伝わってればいいですけど、まあ、少なくともですね私の目元ではですねピクセルシフトマルチょットはですね十分に解像感の点で有利を感じたのでちょっと面白そうな感じです。でまあ、本来はですねフィルムスキャナーを使ってやればいいんですがまあ,あの 全部をスキャンするのはこの方法では大変かもしれませんが、あのまあ過去のフィルムをです、ねまあ、1枚、例えばあの,あのすごく記念だった写真だけスキャンしようみたいな方法だったら、ですね非常に簡易的にできるので、これもいいんじゃないかななんて思っています。はい、であのさらにですね今回、三脚使いましたけど、もう本当、ざっと、えー、スキャンするぐらいで、まあ、とりあえず何がってるかを撮るぐらいだったら、もう三脚使わずにですね手取りでも結構いけるのかなと思っています。 はい、であと、富士フィルム機で,す、ね、であのスキャンすると場合に、あのぜひです、ね、あのカメラ側のです、ね、フ,ィルムフィルムシミュレーションを切っておいていただかない、まあ、切っとくというのはできないので、まあ、プロビアあたりの標準にしないとです、ね、二重にフィルムの特性が、あのフィルムというかです、ね、色の変化がしてしまうので、まあ、あくまで,です、ね、プロビアの標準で撮っていただければと思います。 はい、えー、今回の動画はこんな感じにしたいと思います。あのもし、えー、面白かったということであればですね、ぜひいいねボタンとかですね、あとあのいろいろなご意見、コメントもですね、歓迎ですので、どうぞよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もですね、えー、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。